ドイツ代表の FW トーマス・ミュラーが日本代表戦後にコメントを残した。ドイツ、D ・サイトが伝えた。動画、日本 VS ドイツの全得点をチェック。ドイツと日本は9日に開催された国際親善試合でカタールワールドカップ以来となる再戦。W 杯グループステージ敗退に追い込まれたドイツにとっては最近の不調もあり必勝体制で臨んだ一戦となった。 しかし、先制を許したドイツは一時追いついたものの、その後に3失点。日本に1対4の惨敗を喫した。ドイツ代表歴代4位の出場数を誇るベテランのミュラーは今回、ニクラス・フィルクルクの負傷を受けて、W 杯以来となる代表招集に。日本戦では1点ビハインドの後半、71分から途中出場したが、さらに2失点した中で試合終了のホイッスルを聞いた。 試合後、ミュラーは、日本のプレイぶりは素晴らしかった。彼らは世界のトップ15、トップ10に入るチームであることは間違いない、と森安はじめ監督のチームを称賛し、そして、現時点で僕たちはそこにいない、と、今回の結果が実力を反映しているものだと認めた。また、FIFA ランキングでは15くらいのドイツだが、実際は異なる。 現在のドイツ代表が世界トップ15に入るレベルではないことを強調していた。指揮官ハンジフリック監督の去就も取り沙汰されるドイツはこの後、12日にフランス代表との国際親善試合を迎える。